ね、鶏と卵の、これですね、鶏と卵の、そぼろご飯ですね。鶏と卵のそぼろご飯 L って書いてありますけど、398円。うん、これいいよね、うん、お久しぶり、10年ぶり見つけた、ありがとうございます、うん、俺あれなの、あの鶏は食えるからさ、柔らかいし、うん、これうまいよね。半額売ってなかった、工事のせい、30円引きとかも探したんだけどなかったから、あ、これで揉める、揉めるとか飲める、もう揉むのはあれだからな、ほんの数秒だからな、うん、マスク外していいな。今なんかコロナ増えてるらしいね。お金買えないんだから、貧乏飯、貧乏だろだって、うん、暑い、牛丼の早食い、いや外国人近くいたから逃げてきたよ、うん、はい、ということでね、いただきます。うん、これ、前300円だったんだ。いただきます。うん。この、向かってる？勘弁してもらいたいな。近藤と絡むとろくなことないやん。味少しだけ。味は少しだけだな、わかんの。噛めないからな。早食い企画やれば、店入って配信ができないじゃん。結局そ、なんか、さ、何持ち帰りで、外で食うとか、家で食うしかできないでしょ。店でやれるんだったら、まだいいけど、店でやった方がいいだろう。通報犯だもん。やっぱ俺切られてっから。うん。うん。ご飯は喉越し。米だな。米は喉越しや。うまいね。フードコート許可、いやダメだろ、多分店に電話かかってきたんじゃない。要はセブンとかなんかあんじゃん、フードコート電話かかってきた。ラバサ、うまい。たくあんそのまま丸飲みだな。たくあん揉めないんで、丸飲み。気管支、まだ大丈夫だな。まだ。まあ、そんなに早くない。もっと早いね。もっと早ければ気管支が入っちゃう時もあるけど。うん、漬物全部飲み物よ、うん、スルメイカ食うのに、あのこうやってスルメイカって何本か足があんじゃんね、そのうちの1本だけを食べるのに15分かかった。前ね、あの金梅のところに行って金梅が出てこなくて、で金梅のところか帰るときにね、金梅がスルメイカとかそういうのも欲しいとか酒欲しいって言って出てこなかったね、あいつで、まあ、買ったんだよ、それを。で、結局、金梅出てこなかったから、スルメイカじゃあ食べてみようって食べたんだけど、うん、ずっと唾液で溶かす。スルメイカを唾液で、溶かして、で、柔らかくなったところを噛めないから、そのまま一本飲むという、喉で飲むっていうことしかできない。硬いまま飲めなくて、やっぱり唾液でと、ね、ちょっと柔らかくしてからじゃないと飲めない。だから丸一本そのままスルメイカ入って。15分だよ、それやるのに。ああ、作業だよ、もう作業。はい、次ね、串団子、俺大好きなんで、この
みたらしじゃなくてね、このね、このあんこのやつうまいよな。俺は和菓子好きなのよね、和菓子が。ポテトチップス、食べれるけど、歯茎のさ、この上の、裏の部分あるじゃん。裏の部分と下の歯はあるから、下の 歯で折る。うん。っていうね、この作業だな、簡単言うと。うん。この歯茎の裏のところと、下の歯で折って、うん。で、下と裏の 歯茎を使って、また細かく折ってって、うん。まあ、陰入れる。たまにそれが、縦になってさ、これさ、こうやってやってる間に、ね、ポテトチップスの、あれが、縦になって、歯茎に刺さって、出血して、前に、1月とか2月くらいかな。で、ちり紙で、ティッシュでね、こう出血。うん、大変だよ、なかなか。住みにくい世の中になったよ。ということで、いただきます。団子。うめえな。だも一口じゃないといけないんだよ。簡単に言うと。こっからここ行くのが大変だ。ここが大変なの。要は。噛めないから。要は、普通さ、歯でさ、こっち側に持ってくじゃん。歯で、こっち側に持ってくじゃん。だから、いっぺんにこれ行かないと、この2個だけ食って、ここ食うの大変なんだよ。これ食うのが。だから横にしながらね。うん、縦だと、上ってなっちゃうから。うん。あかんか、か、あ？んで、歯茎と下の歯で押さえて、うん、やっぱり詰まる可能性あるから、もちろん。ある程度揉んで、唾液と揉んで、柔らかくて、タイミングよく飲む。柔らかい餅の方が多分、やばいと思う。こういうさ、コンビニのさ、餅ってさ、まだ硬いじゃん。硬いから詰まりにくいわけよ。いや、これが、もっと柔らかいと、多分ここに詰まりやすいんだと思う。ネッチ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 してるから。うん。でもこれは、はっきり言っとく。訓練されたから、食べれるので、皆さんは真似しないでください。うまいな。やっぱうまい。これあんこの味が。そのさ、真似できない。ペッティングボーイいらっしゃい。でも気をつけてる、やっぱ餅は。怖いもんね。好きだから一応食うけどさ、あんま無茶したくないね、放送する家。これ死んだらバカらしいし、あやねいらっしゃい。フランスパンあんなん食わないよ。うまくねえもん、フランスパンが。まだ危ないな。この最後の1個が危ないな。よし。横から一個ずつ食えばいいのに、薄ら寒い受け狙いがキモいって書いてるけど、お前がそのコメントを連投してる方がキモいわ。な一回書きゃいいじゃん。気持ち悪いんだろ？だからそれ分かったよ。みんなもそのコメント見えるし、俺も見えるから、それを連投してるお前の方が気持ち悪いっつうんだよ、バカ、うん。キモい気持ちは分かったよ。一回伝えればその気持ちは伝わるよ。バカなのか、お前は。うん
終わった。聞いたのお前が聞いたんだろ、バカ。疲れた。よいしょ。よいしょ。いや、もう終わったよ。もう飯。今日これだけ買った。買ったのは、まあ、夜食だな。夜食。今、タバコ一日一箱くらいじゃないかな。食後の一服うまいね。なんでこの食後の一服って特別うまいんだろう。絵画の主人、まあ、ユイガと言ったらオレンジ色みたいなところあるんで。うまいよ。食べてるとこう一生笑えるから、また買いに行こう。いや、あんまお金もないからね。ちょ、ほんとに冗談抜きで、金もないから、ほんとに、ここ最近。ほんとに金もないから、そう、まあ、1日2食。ほんとに、まあ、それは変わらないんだけど、まあ、放送って、あのね、みんなね、放送だから、俺、ね、その、お金気にしないでお金使ってる部分あるけど、放送外、まあ、こんなもんだよ、ほんとに。こんなもん。放送外。放送だからね、自分の好きなもので、特別こうやっていっぱい量買って、って食って、って食えるから別に食ってるけど、本当に。放送外、本当あの、質素というか、本当こんなもん。な感じ。あの、外食とかしないもん、まず。ほとんどしない。一人では外食はしない。彼女ついて外食はあるけどさ。俺もユイガ T シャツないんだよな。金の見込み別にないよ。全然。お金の見込みなんて。知恵と、タコスに60、じゃあ、知恵さ、そうだよ。知恵ね。そう、タコスに60万、知恵っていうね、まあ、ニコ生のちょっと仮想というかさ、配信者と、まあ、うちのリスナーでもあったんだよ、元はね。元も配信やる前までは俺の放送にもよく来てた人で、タコスっていうニコ生の配信は60万くらい見ついたらしいんだけど、いや、ゆうがさんに、ね、なんっけ、あれ来月に入ったら、とか言ったけどな、でも。来月、頭に入ったら、なんっけ、お布施しますよ、とか言ってたけどね。もう忘れてるだろ。まあ、ねえ、なんでもそうだけど、まあ、運だからな。中野までお薬渡しに行ったそうか。何中野までお薬渡しに行ったそうか。誰のこと言ってんの？わかんないけど。なんか、さっきから書いていくよ、連投で。わからんけど。カナタ、いやー、カナタすっぴんひどいじゃん、あれ。抱けないでしょ。なんかあれだもんな。あれみたい。なんだ、目つぶってというかこういうのしてさ、こうやってさ、目の部分渡されて目をつけるっていうのが、福笑いだっけ？なんつうの、ああいうゲームみたいなあったじゃん。そんなの。たまちゃんよっしゃ。中野までリキッド渡しに行った？誰に？誰が？なんかまた変なの出てきたな。何なんだろうね、この定期的に出てくの。まあいいんだけどな。さらば、特命さん、ありがとうスペシャルなんで、ね、この放送で、この放送っていうかね、まあ今日の放送で特命さんも亡くなるから、まあ最後のね、なんかわけわからない、こういうわけわかんないやつ出てくるのね、消えるから、ね、生 ID は NH ぶち込めばいいから、ね、さらばだから、最後よ、特命。もうコメント欄かそるの覚悟で、そうそう。まあ、それでいい。アカウント無限。だから俺、それを、だから貯めたいの。実は。アカウント無限作れるんでしょ？だから、それを結局貯めて、俺は、
それで、運営に放送でね、誹謗中傷、そして連投コメント、荒らそうしたアカウントたちです。で、それしか入れてないから、誹謗中傷と、連投、リスナー叩き、嵐、ね、まあ、サテコメとか、そういうのしか入れてないので、名前の人ね。なんで、それを全部いっぺんにまとめて、コピペして、運営にそのアカウント、ID 出して、通報したいんですよ。で、まあ、もしね、同じアカウント、例えば、ブッシュマン。まあ、ブッシュマンも多分6人か8人ぐらい入ってんだけど、あいつは多分、まあ、A 番になるでしょう。アカウント複数作って、人の放送で誹謗中傷を繰り返してるわけだから、まあ、ブッシュマンはまあ、もう、A 番だと思います。それがいいなって、一件一件やっててもしょうがないじゃん。だからまとめて、ある程度名前に溜まってからやろうかなと思ってる。今56人ぐらい入ってる。あ、ゴーギャもそうよ。今56人ぐらい入ってる。